もう半月も経つというのに真相をまだ落とせぬとは。上将、真相を守る義の各所は戦術に長けた武将、かないませる。我が方は大軍、あのような小さな城になぜ手こずるのだ。早く落とせ、でないと斬る。申し上げます。上将、敵に援軍が加われました。大将は誰だ。大都督の総進で15万の兵を引き、先方は王将です。迎え撃つぞ。はっ。脅威。まだ起きておいでで。ああ、勝つまでは寝られぬわ。さあさあ入るがよい。こんな夜半に参るとは、何か大事でもあるのか。上将、鎮宗の城は堅固で各将が守っており、今また王将が来ました。破るのは難儀です。ですからここには大将を一人だけ残しておき、もう一人に外邸への道を固めさせ、上将は大軍で鬼山を襲われては。確かにそれも考えてみた。しかし宗親の大軍が来るのに守りに入っては、それでなくても我が方には疲れが溜まっておるゆえ味方に不利だ。で、諦めたのじゃ。私が宗親を夜国までおびき出します。ほう。ご覧ください。罪深き身の脅威、伏して大都督宗親殿に申し上げる。これは妙計じゃ。この計ならうまくいこう。脅威が密書をよこし、こちらに下る誠意の証として手引きをすると申してきた。我が方は夜国まで兵を進め、両軍が退治した折、松明を合図に前後から敵を挟み撃ちにするぞ。都督殿、孔明も脅威も計りごとに長けております。企みかもしれぬ。脅威はもともと義のものじゃ。やむを得ぬ事情で職に下ったものゆえ、そのような心配は余計と申すもの。危のうございます。言ってはなりませんぞ。ああ。この費用が一手を率いて夜国に参り、脅威に会ってきますからお待ちください。もし敵の計にはまれば、攻めは負います。あ、よろしい。では代わって行ってくれ。はっ、都督殿。